こんにちは。今回のカインズ TV はタイカレンガピザ窯の作り方をご紹介します。では早速やっていきましょう。まず12センチの基本ブロックを8個並べます。続けて1段目に薪を燃やすところとなる火床のタイカレンガを18個並べます。2段目に火床の上にタイカレンガ8個をコの字に積みます。3段目は半分にカットしたタイカレンガを使い、レンガが棒積みにならないように積んでいきます。4段目は半分にカットしたレンガを奥側に使い、空気穴を作ります。続きまして5段目はピザを乗せる部分です。事前にタイカレンガのサイズに合わせてカットした鉄アングル4本をタイカレンガの幅に合わせて設置します。設置した鉄アングルに沿ってタイカレンガを手前2列に置きます。さらに奥側は空気の流れを通すためにタイカレンガをコの字に組んだレンガを合わせて奥に隙間を確保します。この隙間が煙を外に出す通気口となります。ここで休憩。アウトドアに興味があったらぜひチャンネル登録を。6段目は3段目と同じようにコの字にレンガを並べます。7段目は4段目と同じように、8段目は6段目と同じようにレンガを並べます。9段目はピザ窯の天板部分です。事前にタイカレンガのサイズに合わせてカットした鉄アングル4本をタイカレンガの幅に合わせて設置します。鉄アングルに沿ってタイカレンガを設置し、これで完成です。今回使用した材料と道具はこちらです。レンガを重ねるだけで意外と簡単にピザ窯ができますよ。皆さんもやってみてはいかがでしょうか。これからもアウトドアに関する動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。カインズ TV でした。